熊本県天草市の最南端に位置する牛深。温暖な気候と複雑な潮流がさまざまな魚を育むため、ヒラスズキや青物、マダイなどを求めて多くのアングラーが足を運んでいる。今回はそんな牛深のシンボルとなっているアイア大橋周辺の釣り場を舞台に、高シーズンを迎えたアジングの魅力を解説する。今回のアングラーは静岡県在住の杉山大吾。このエリアで釣りをするのは初めてという杉山は、どのようにアジを攻略するのか。はい、それではね、早速釣りをスタートしていきたいと思います。今日はですね、熊本県の天草市に来ております。で、今日狙うターゲットですけども、アジをね、釣っていきたいんですが、まあ、こういったね、ライトタックル、そしてこういうね、小さいジグヘッド、そしてワームをつけて、アジを釣っていきたいと思います。はい、それでは行ってみますね。で、今日ね、今ちょうど3時ぐらいからちょっと釣りをスタートします。で、満潮がね、夜の8時、20時頃で、だいたいね、その上げの時間帯がね、結構地合いということで、まあ、ここからね、暗くなって夕方5時、6時、7時ぐらいがね、一番地合いかなっていう感じです。で、とりあえず最初はね、ジグヘッド、これ今ね、ちょっとジャッカルのプロットのジグヘッドなんですけども、こちらの 1g ですね、に網の 1.5 インチ、こちらをつけてね、スタートしていきます。で、結構ね、水が澄んでて魚がね、見えるんですよ。で、アジは、まあ、結構下の方で、ボトムの方に結構張り付いてる感じで、はい、早速来ました、アジ1投目こんなことがあっていいのでしょうか。はい、1投目で、奇跡の1投目でヒットしました。アジです。ちょっとね、小さいですけどね。今もうフォール中に食ってました。そこ取ろうと思ってね、カウントまあ5ぐらいかな、5、6ぐらいでね、もうフォール中で食ってましたね。最高です。じゃ、これからね、もっと大きいサイズ狙っていきます。このジグヘッドの釣りですね、まあ、いわゆるジグタンと言われるこの釣りですけども、意外とね、こう繊細で難しい釣りとね、結構思われる方が多いと思うんですけど、結構ね、簡単で、まあ、投げて、まあ、そこのアジのいる棚まで沈める。そしたら、まあ、アクションするんですね、こうやってちょんちょんって、まあ、これ2回なり、まあ、ちょんちょんちょんって3回やったり全然いいんですけど、そして止める。この止めてる時にこうやってきます。はい、来た、サイズアップすげえ理想的なやりました。結構サイズ分かりましたよ、これ。はい、やりました。まあ、今な感じで、まあ、そこまで、まあ、そこまでっていうかね、魚のレンジまで落として、アクションちょんちょんってアクションさせて止める。その止めてる時にね、こうコンって当たりがあるんで、それでピシッと合わせてくれれば、こんな感じで釣りますんで、意外とね、簡単な釣りです。ありがとう。続けて狙っていると、おお、バレた、当たりました。はい、結構ね、ジグヘッドの釣りですけども、こう当たってもね、かかんなかったりすることがあります。で、こう当たってね、上げてくると、こうやってちょっとワームがずれてたりするんですけど、この状態でね、ちょっとね、本当当たりが激減して、しまうので、まあ、こうやって上がってきたら必ず
こうやってねしっかり奥まで刺してあげて、腕もねこうまっすぐの状態にしてあげる。これが、まあ、最初につける状態でこうちょっとねくねってなってたりするとそれでもね意外と当たりがね減ったりするんで、このジグヘッドにね腕もつける場合はまっすぐつけることをねちょっと心がけてやってみてください。おっとこれは混迷です。おおまたいいじゃないですか。ういいいサイズ、このぐらいあるといいですよね。これめちゃくちゃ美味しそうですね。今もねもう底付近まで落としました。でそこからねこう 2,3 回ちょんちょんってしゃくって誘ってからの止めですね。こうテンションフォールしてる時にねいい当たりが出ましたね。理想のかかり、このね、上顎のところ、ここが一番の理想です。これバレない。ちょっと触れちゃったりすると、この口の柔らかいところですね。こちら薄い皮のところにかかっちゃって、結構バレちゃったりするんですけど、まあ、フッキングがね、うまく決まると、この上顎の硬いところにかかって、バレにくいと。はい、ちょっとね、ルアー変えてみました。これはね、ジグヘッドもね、変えて、ワームも変えてみました。これね、ジグヘッドはね、ジャッカルのキビキビダートジグヘッドの 1.5g にキビキビナーゴの2インチ。これね、結構ね、見てもらうと分かると思うんですけど、ジグヘッドの形がね、三角形になってて、こうアクションするとね、すごいこう、ぴょん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 っていう感じで、横にダートしてくれます。なんで、昼間ね、結構こういう感じのね、ダートさせるようなジグヘッドに、まあ、ちょっとね、素材が硬いワームをつけてあげるとね、綺麗にダートしてくれるんで、まあ、こういう感じでね昼間ちょっとジグヘッドで変えてねダートの釣りでやってみたいと思います。はい、さあこれでくれば結構潮も早いんで、このぐらいね 1.5g ぐらいあってもいいかもしれないですね。よし来ましたよ。なんかすごい引くんだけど、あーこいつかベラちゃんですね。まあねこういうライトゲームっていうのはねいろんな魚が釣れますから、アジの他にね、サバとかメバル、まあこういうねなんか変わった魚も釣れます。はい、ちょっとね今ジグヘッドの重さを変えました。種類はね一緒キビキビダートジグヘッドなんですが、今度は 1g ですね。ちょっと軽くしてやってみます。さっきのね 1.5g だとちょっとね手前の方来るとそこをこうずっちゃってね根がかっちゃったりしたんで、ちょっと軽めで今度ねダートさせてみようかなと思います。はい、あーダメか、もうまた来た。さあなんだ、おおすげえ引くぞ。なんだお、なんか違う、アジではない。これは何ですか、何ですかこれは。はい、またなんか変わったゲストがね、連れてくれました。名前が分かりません。でも今ね、そこつけて2,3 回ねやっぱこう強めにしゃくって止めてる時にねいい当たりが出ました。1回に当たってかかり損ねたんですけども、次のねアクションそして止めでねかかってくれましたね。すごいですね、僕のね地元の静岡では釣れない魚ですね。明るい時間帯から当たりが連発して盛り上がる天草市渋川のアジング、ナイトゲームでさらにサイズアップといきたいところだが、果たして。釣り場はきれいにして帰ろう。マナーも腕の内。
はい、移動してきました、さっきの、ね、ポイントの反対側ですねの小さな港ですで、ね、ちょっとスタートしていきたいと思います、まあ、一緒でさっきと一緒ですね、ジグヘッドの 1g に、キビキビナゴここから、ね、スタートしていきます。お、当たった一投目で当たりました。お、アジだアジだアジだ、うい、来ました。結構ここもアジ当たりあるね。はい、ちょっとねかかりどこがいまいち良くないんですけど、このぐらいのサイズのアジ結構いるっぽいですね。当たりが何度かあります。カウント5ぐらいですね。中層です。すごい、何度もアタックしてくる。おっと、ちょっとサイズアップか。よし、キビキビダートジュゲット 1g にキビキビナゴ2インチです。ちょっと下目ですね。今10ぐらい沈めてやってみました。結構ね、1回目2回目のバイトがかかんなかったんで、結構数がいるっぽいですね。よし、はい、いい感じですよ。うわー、逃げた、逃げました。結構アジいるっぽいですね。結構見えないですけどね、見えないぐらいの多分レンジにいますね。1g でカウント10ぐらいかな。お、いいよ、いいですよ。よっ、おし、きた、はい、かわいいですね。こんなんが多分いっぱいいます。なんだ、なんかでかいぞ。なんだこれ、うわ、出た、出ました、出ましたよ。また来ました。さっき釣れたやつですね。地元の名前でロギというね、なんか笛吹きみたいな魚ですね。めちゃくちゃ引きました。さっきの 1.5 倍ぐらいあるかな。はい、ね、5時過ぎまして、デイの釣りもね、とても楽しめたので、今からね本命ポイント行ってみたいと思います。日中のアジングを楽しんだところで、いよいよ本番のナイトゲームに突入。果たしてどんな展開に。はい、移動してきました。3カ所目ですね、ここはね、まあ、漁港の堤防の先端という形で、あの街灯もね何もないんですけども、まあ、ここ最近の釣果でいうと40センチ、50センチ以上のアジが釣れてるという情報が入ってますんで、それをね今から狙ってみたいと思います。まあ、これからね8時ぐらいまで、揚げの時間なんで、まあ、そこがね狙い目かなと思ってます。お、こんなこと、ポールチュー持ってった。ポールチュー当たりましたね。なんかアジっぽい、同引きが、なんだ。お、アジだ。よっしゃー、やりました。よし、はい、来ましたね。ちょっとね狙いのサイズではないですけども、まあ20センチぐらいかな。これね、スイスイスイムの 1.8g、 そしてペケリングの 2.5 インチですね。今ね結構下の方まで進めようと思って、まあ、カウント20ぐらいでね、ちょっとやってみようと思ったんですけど、カウント、そうだな、10以内ですね。7、8ぐらいでもうラインがねバーッと持ってかれました。ちょっと上にいるかもしれないんで、まあ、次からねちょっと中層5から10秒ぐらいのねレンジを今からちょっと狙ってみようかなと思ってます。とりあえずね1匹来ました。ちょっと今あの水面がね暗くて見えないですけど、こう釣りしてたらね、なんか水面こうピシャ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 って、なんか小魚がこう割れてるような音がしたんで、
もしかしたらと思ってね、ちょっと上目、やってみたら今当たりました。まあね、このピシャピシャが実際アジなのかベイトなのか分かんないんですけど、なんか魚っ気はありますね。来ました。お、アジだ。いた。はい、今ですね、さっきね外側投げてたんですけど、内側に来て、今度ねちょっと沈めてみましたね。カウント15ぐらいで、ちょっと下目狙って、で当たったのは本当すぐそこでしたね。多分このねカメラのライトがちょっとぼんやり光ってて、そこにこう集めてきたベイトを食べてるやつかなっていう感じですけど、まあ、もう少しやってみます。このサイズがね連チャンすれば正解ですね。ちょっと当たりがないですね。よし、ナノバイブで。はい、今ねジグヘッドでやってたんですけども、まあ、2,3 匹ね、パタパタと釣れたんですけど、まあ、その後ね当たりがなくなってしまって、まあどっちかというと多分こう寄ってきてるアジというか回遊してるアジがこうパタパタって釣れたような感じなんで、ジグヘッドだと、まあ、結構スローな釣りになってしまうから、まあ、こういうね、メタルのこれナノバイブですけども、まあ、これでねこうテンポよく早くね、回遊してるアジを、ね、今から狙ってみたいと思います。はい、このナノバイブはまあ、のバイブレーションなんで、こうね巻くとこうブル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 っとアクションしてくれます。でもね、ただ巻いてるだけだとね、やっぱりアジはなかなかヒットしてくれないので、まあジグヘッドと一緒ですね、まあフォールのアクションを作ってあげる、自ら作ってあげる。なんでまあキャストして、まあ棚まで沈める、そしてこうリフトアンダーフォールですね。ブルッブルッブルッっていう感じでアクションするのが一番このナノバイブの一番ね、釣れるアクションです。お、当たった。よっしゃ、当たったよ。よし、ナノバイブで、うん、違う、ムツだ。ムツです。新魚種。はい、ムツですね。これも結構アジングやってるとね釣れる魚です。今ねこのナノバイブでカウント5秒ぐらい、ちょっとね上の方探ってったらやっぱフォール中にねガーッと持ってきました。アジかと思ったけどな。これもね美味しい魚ですよね。引き続きナノバイブでアジを狙う杉山、やや小刻みなリフトアンドフォールで誘っていく。ブルッ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 、この止めて、ルアーが落ちてる時に当たりが出ます。お、来た、かかりました。なんだ、今度はなんだ。よっ、お、アジだ。おー、やっぱねいるんですね、回遊してるんですね。意外とねジグヘッドの釣りだとこうネチネチやるんで時間がかかってしまうんですけどね、こういうねメタルバイブナノバイブみたいなこういうねルアーだとこうテンポよく探れるんで、回遊性のねこういうアジにはすごく向いてるルアーです。やった。はい、このポイントね、一応ねアジは釣れたんですけども、いまいちねこう続かないような感じだったんで、次ねちょっとジュエットのあるねエリアに移動してみたいと思います。はい、また移動してきましてですね、一番最初に入ったポイントに、戻ってきました。ここね、上に橋があるんですけども、まあ、このね、橋のとこからすごいこうライトが照らされて結構ね海が明るくなってます。ここにね、寄ってきた小魚とかね、プランクトンを食べるアジをね今からちょっと狙ってみます。すげえ流れが速い。ちょっと 1g じゃ軽い、さっきの 1.8g に戻してみますね。スイスイスイムの 1.8g に、
ケリングの 2.5 インチ。やっぱね、ちょっと沈めて、重たくしてね、沈めたら一発できたね。よし、可愛いけど足です。激流アジングいいとこです、バレないです。ジグヘッド同じで、1.8 から 2.1 グラムね、重たくして、そしてワームを小さくして、食い込みを良くさせると。おー、来た、おー来たよ。これは狙って釣ったピースよ。かわいいね、でもかわいい、かわいいけど、ルアーとジグヘッドとね、ワームを変えて一投目狙って釣ったピースです。その後も当たりは連発するものの、なかなかサイズが上がらない。どうする、杉山。もうちょい飛ばせれば理想なんですけど、あとね、1メートル沖に投げれれば多分だいぶ変わるんですけど。お、ちょっとちょっとアップ、ちょっとサイズアップしましたね。すごいとこ買ってますね。ちょっとね、キャストのポイントをちょっとずらして、ちょっと沈めて、さっき5秒ぐらい、5秒からまあ上やってたんですけど、今8秒ぐらいね、沈めてやったらこのサイズが食ってきました。まあいるにはいるんですね。はい、お疲れ様でした。今日はですね、午後のね、2時3時ぐらいからスタートして、まあね、今10時ぐらいですけども、まあ、夕方をメインにね、ちょっとアジングしてきました。今日はね、熊本のね、牛深エリアに来ましたけども、まあね、大きいサイズはね出なかったんですが、数がね結構30匹釣れたかな、たくさん釣れました。で、まあいろんなエリアね回って、激流のエリアだったり、まあ、港の中でね、ジョヤ島の、ね、周り狙ってみたりという感じで、まあ、こういうジグヘッドの釣りをメインにね、ハードオールアの、まあ、プロトのね、ナノバイブというね、ルアーもしっかり釣れましたんで、まあ、これからね、アジングシーズンがすごく良くなってきますので、ぜひね、皆さんも各エリアでアジングゲーム楽しんでみてください。それではお疲れ様でした。